センターリオの難関私立大学受験って得点率 70% 前後で合格できる穴場の大学学部をお教えしたいと思っています。こんにちは、9割かる勉強法著者の松原です。先日私立のセンター利用は危険だっていう動画を出しました。結構ね反響があったので、今日はねその第2弾として、それでもセンター利用で狙える穴場の難関大学、難関私立大学をお教えしたいと思ってます。で、マーチと関関同立、この2つのね種類で話していきたいと思っています。で、結論から言うと、マーチの方はあまりそういう穴場のスポットはないです。で、関関同立はあります。で、じゃあ最初にねマーチの方から話をしていきたいなと思ってます。で、マーチでね穴場になる大学の特徴としては、立地が悪いというところにあるのかなと思います。つまり法政大学の多摩キャンパスだとか、中央大学のキャンパスですね。はい。まあ、この二つのね、キャンパスは非常に、まあ、都心部から見るとちょっとね、不便なんで、得点率が低くなる傾向があります。で、一番ね、マーチでおすすめなのは法政です。法政大学社会学部 C 方式。これね、74% なんですが、ただこれ C 方式というのがね、科目数が多いんですよ。だから、私立を受ける人にとっては結構酷ですね。あくまでも国立受験者向けにとって狙いやすいところかなというふうに思います。はい。で、次におすすめのところは中央大学ですね。まあ、これフレックスなんですけども、まあ、中央大学の商学部金融だと 78% ということで、ただこれは法政法ではないにしても4つね、科目がいるので、やはりこれも私立文系を専眼で受ける人にとっては、なかなか厳しいかなと思います。だから、マーチはちょっとね、正直、今回の動画の趣旨からすると、弱いかなというふうに思うんですね。なので、本番はこっからです。はい。関関同立、いきましょう。このね、関西大学。社会安全学部、こちらは3教科受験で、去年のね合格するために必要な得点率はなんと 71% とね、めちゃめちゃいいですね。3教科で受けれる関関同立、センター料で 71%。 71% って言ったらね、多分偏差値換算で言うと多分50あるかないか、まああるぐらいかなっていう感じなんで、実際の個別試験で受けるよりも非常にね、狙いやすいかなと思います。これはもう一押しですね。はい。で、この動画を見てる人も、まあ多分、せいぜい数千人の人しか見てないと思いますし、その中で関西のね、大学に行ける人ってのはすごく絞り込まれるので、どうしても難関下に行きたい人はここにね、アタックするのもいいかなと思います。で、もう一つね、ここほどじゃないけど、もう一個おすすめのところがあります。立命館大学産業社会学部人間福祉学科というところは、ここもね結構狙い目なんですが 78% と。で、さらにね、立命館というのはすごい現代文重視というのもあって、ここ古典がいらないんですよ、ね、だから非常に狙いやすい、かなというふうに思います。はい。で、まあこう総合すると一番狙いやすいのはやっぱ関西大学ですね、がいいと思いますが、まあ、マーチはね、まあちょっと厳しいところがありますが、国立を受けている人で、併願でマーチ受けるという人は、すごくね、参考になるかと思うんですが、やっぱりこの動画の、YouTube 予備校の、ね、一番の視聴者層の多い、私立文系に関して言うと、まあこの二つかなというふうに思います。はい、で、特にね、センターの、まあ、7割前後の得点率っていうのは、私立の勉強やってたら、結構ね、狙いやすい点数率だと思うんですよね。だから、まあ、最後ね、まあ、僕が、先日出した発音の対策だとか、文法対策だとか、まあ、そこら辺をしっかり、暗記でカバーできる、こう、しっかりね、センター講義の対策をやっていけば、まあ、十分狙えるんじゃないかなと思います。ぜひね、この動画を参考にして、メダリオをね、効率よく使って、志望校合格を果たしましょう。今日は以上です。今日はですね、ぜひ僕から一つお願いがあります。この YouTube 予備校のチャンネル登録をぜひしていただきたい。そしてベルマークもオンにしてほしい。その理由としてはね、今後2つの企画を考えてます。1つ目は、
参考書のプレゼント企画の動画を出そうと思っていて、これはもう先着順、早く応募した人を優先的にプレゼントしていこうと思ってるんで、ぜひね、チャンネル登録とベルマークお願いしたいのと、もう一つはね、期間限定のライブ配信をやっていこうかと思ってます。アーカイブを残さない可能性があるので、チャンネル登録していただいた方には事前にね、プレミア公開ということでお知らせしていこうかなと思ってます。で、このライブは他の勉強系の YouTuber の人たちとコラボレーションしてね、ライブ配信していくことを考えてます。今言えるのは受験サポーターしんさん、あるいはドラゴン細井先生ですね、そのあたりとか、あるいは森哲さんもできるかな、まあ、今までね、武田塾さんとか紀藤社長とか与那面さんとか多くの人とコラボレーションしてきましたが、もうね、ライブ配信で期間限定でやっていこうかなと思ってますので、これを機にぜひチャンネル登録お願いします。今ですね、この YouTube 備考の LINE を用意しました。シーズンによってね、登録特典が違うんですが、今は3つの特典をご用意しています。1つ目は偏差値29から最短で偏差値60になる勉強法というこのね、電子書籍、これを LINE 登録直後すぐに送ります。2つ目、早慶英語完全攻略ガイド、これはですね、早慶の長文の攻略法、そして具体的な対策、これを詳細にまとめた、これも PDF の電子データを渡します。すぐ送ります。で、3つ目のプレゼント、パンと、ね、英文読解でどうしても欠かせない現代文の力講座っていうね、全12校の無料動画をプレゼントします。この動画の概要欄にあるリンク先、もしくは QR コード、あるいは LINE ID から登録ください。23巻登録をお待ちしてます。